皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは自宅教室月賞20万と月賞50万のレッスンの構築のモデルの違いとはということについてお話をしたいと思います。そうですね、どういう状況で教室の先生になっているかっていうのは人によって環境はおそらく違うと思うんですけれども、例えばですね、会社員から、自宅教室を起こすという場合、私の場合はそうだったんですけれどもね、会社員でもらってる、いただいているお給料っていうのは全部いろいろ引かれた上で手取りっていう形で表されるお給料っていうものがありますよね。なので、額面額でいうと例えば毎月25万とか30万とか40万とか50万とかいろいろあると思うんですけれども、その金額と同等の金額、要は銀行振込の額ですね、全部会社の方でいろいろと税金とかなんやかんや引かれたその金額とほぼ同じ金額を手取りで自宅教室で欲しいと思うと、おおよそ倍を目指すイメージになります。例えばですね、パートで10万円いただいていたということだったら、自宅教室で売り上げを立てようと思うと20万欲しい感じです。手取りで50とかもしももらっていたとすると、やっぱり頭は100目指したい感じですね。ということなんで、だいたい倍な感じなんです。ですから例えば月賞20万っていう自宅教室での一つの目標値を立てた場合には、おそらくなんやかんや材料とかいろいろ引いてったら多分ですね10万ぐらいですね、手取りが。で50万とかを月賞目指したらだいたい手取りが25から30ぐらいかなっていう、これは環境によって全然当然違います。自宅教室で本当に自宅教室でできている方と、あとスタジオを借りたりとかすると固定費がかなり取られていくので、そちらの方で結構減っていってしまう部分はあったりしますね。あとは、その家賃的なものが、自分の持ち家だった場合に、その使ってるスペースを暗分した計算、これちょっと税理士さんじゃないと結構難しいんですけれども、それをかけた額、乗じた額でですね、経費から引くっていう計算方式とかもあったりするんですよ。経年劣化との兼ね合いでその金額とか変わってくるんですけれどもね。ですからいろいろな、とにかく経費とかなんやかんやがですね、セミナーに行ったりとか書籍を買ったりとか、いろんなものです。普通に原材料費はもちろん引きますよ。運賃とかいろいろを引いて手取り25欲しいなと思うと50を目指すモデルになるし、手取り10欲しいなっていうと20になるっていう感じなんですね。ですので、なんで20と50っていうこの半端な数が私の中でモデルで今お話をしているかというと、だいたい皆さんその2パターン分かれるんですよ。結構がっつり稼ぎたい、しっかり会社員時代の給料と同等ぐらい稼ぎたいっていう方の一つ、まず第一段階目指すのが50なんですよ。で次がだいたい80とか100とか、この辺りを目指していくと、多分100なんかになってくると会社員よりも多くなってくる方もいらっしゃるかなというところですかね。で、月賞20万というのは大体パートから自宅教室で先生になって、自分の時間も自由に使って子どもの面倒を見ながら、好きなことをやりたいとか、そういった場合には大体月賞20とかになっていきますので、その金額を目指す場合のですね、レッスンの構築の仕方のモデルの違いっていうのがあるので、今日はすでに稼いでいる人、これから稼ぎたい人とかいろいろいらっしゃるかと思うんですけれども、数字っていうものをですね把握しながら、ちょっとレッスン構築をしていただければなというふうに思ってますので、今日はこのお話をするために電卓を手元に持ってお話をしていきたいと思います。余談ですけれどもね、私電卓はこの大きさの電卓が好きなんですよ。結構大きいですよね。でこれ会社員時代、会社でも大体これぐらいの大きいやつ使ってたんですけど、この大きさだとですね、電卓のブラインドタッチができるんですよ。電卓のブラインドタッチ、要はキーの位置と大きさを大体覚えてるので、まあブラインドっていうかかなり早く打てるみたいな感じなんで、この大きさが好きなんですけど、結構でかいですよね、12桁。はい、余談でした。ではこれからねちょっと本題に入っていきたいと思います。まずですね、月商20万を目指したい方、どうやって稼ぐんでしょうっていう話なんですけれども、これから開業されようっていう方とお話をする時に夢は語られるんですよ。こういう教室をこういうふうにしたくて、私の持ってたスキルをこういうふうに資格をこう使ってとかっていう方結構いらっしゃるんですけれども、いくら稼ぎたいのかっていうのを具体的な目標でしっかり持ってる方が案外少ないんですよね。夢が多いんですけどね。でまあ、じゃあどれぐらいなんですかっていうのを目標値っていうふうに言った時、考えていなかったとしてもその場で考えてもらうんですが、パートで大体10万ぐらい毎月もらってましたっていう方は、まあ、大体月商ですね、売上高の方で20万を目指してもらうモデルを一つの考え方としてお伝えしてるんですね。20万っていうと、じゃあどうやって作るんでしょうっていう話なんですけど、レッスン費をどれぐらいで考えてますかっていうお話をすると、初めての人はやっぱり自分に自信がないっていうせいもあって、3500円とかですね、まあ4000円とか4500円とかでねっていう方が多いですね。いきなり5000円っていう方はね結構少ないです。多分自分が周りとかそういう状況とかを調べるから、きっとそういう金額になると思うんですけどね。一番回答で多い3500円、これをちょっとモデルにしてみたいと思います。ちょっと計算が面倒になるので、税金っていう話は一旦置いといて、税別の金額の3500円、1人3500円のレッスンしますっていうふうに決めたとします。で対外インタビューをしていくと、自宅に呼べるそのキッチンの広さとか、リビングの広さとかがあるんですけれども、何人ぐらい入れますかってご質問するとですね、大抵3人とか4人とか、多くて6人ですね。私が聞いてる平均値2とか3とか4なんですよ。なので、3人が平均値だとします。そうするとですね、単純に1回のレッスンをしただけで、3500円かける3ですから、3500かける3、1万500円、これが1回のレッスンで得ることができる売上高になります。じゃあ1万500円、だいたい想像つきますよね。20万稼ぎたいと思ったら、1万500円だったら19.04 だから、19回ぐらいレッスンをしないと20万円、要は手取りが10万円ぐらいにならないということになります。じゃあ19回は現実的なのかっていう話なんですけど、大抵パートの方から自宅教室で20万稼ぎたいみたいな形で考える方っていうのは、週2か週3ですね。じゃあとりあえず週3にしましょうか。週3にした場合に、だいたい月っていうのは4週ありますから、 3×4 で12回の開催はできます。でも12回だと、1万500だと12万6000円にしかなりません。これでいいかどうかっていうことです。しかもこれすごく全部満席になった場合ですね、3×12、36人をきちんと集めることができて、動いても12万6000円なんですよ、3500円だった場合にはっていうことになります。だからもしもなんとなくぼんやり20万欲しいと思ってても、無理っていうことになりますね。無理な場合どういうふうに考えるかっていうと、入れられるかですね、人数を3人じゃなくて6人できるか、いや机もないし道具もないし広さもないし無理っていうと、もうそこは入れられないですね。じゃあもう1回転回せますかっていう話です。大体午前と午後っていうのがあった時に、午後は不人気です。なので埋めるのは結構大変です。私もちょっと実験的に午後クラスっていうのを作ってみたんですけど、埋まらないですね。午後クラスはやはりそのお料理とかそういうのも含めてなんですけれども、習い事をするにしても、例えば子どもを保育園とか学校に行かしてる間に動きたいっていう方が多いので、やっぱり2時とか3時にはもう帰らないといけないみたいな、そういうレッスンになっちゃうんですよね。だからお子さんがいない世代はもともと狙えばもちろんそれは関係ないんですけど、それはそれで私は大体50代60代の方を中心に集客をしていたんですけれども、その年代は今度自宅に帰って夕食を作んなきゃいけないということで、やっぱりね5時には出たいみたいな、5時半には出たいって方が多かったりしてましたので、高校クラスが3時から7時だったんですよね。私パンのクラスだったんで、これがねまた非常に集めにくかったですね。ということは2回転もね多分普通の方は難しいんですよ。だとすると、週3とかもそんなにねずっと教室家使ってっていうの無理っていうと、週3変わらない、1回転もダメ、2回転もできない、回数も増やせないとなると、もうできることは単価を上げるしかないんですよ。例えば5000円の講座レッスンを組むことができて、535、1万5000円ですね。1万5000円にした場合にかけ12、18万、若干に20万円に近くなってきました。まだ足りないですけれどもね。だから週3じゃなくて、どっかの週は週4とかにしたりして、14回やれればいけるかな。1万5000円かける14、21万、そうですね、13回から14回5000円だったら、いけます。だから14回分の集客で、よいしょ、42人ですね。42人を毎月集め続けることができれば、月賞20万だから240万という年賞を作ることができます。で、皆さんパートがとかっていうので、扶養がとかってよくおっしゃいますけれども、売上高じゃないですからね。それから経費を引くだけでもざっくり半分ぐらいになっちゃう予定なんですよ。だから240万稼いでも120万ですよね。でそこからさらに基礎控除とか引いて、でそれに対して扶養なのかどうなのかとかって、もっと細かいものいろいろ引いていったりとかもするんですけれども、そうすると、大概ですね扶養のまんまで数年続けられます。300万400、場合によって500万ぐらいでも経費かなりかかってるような状態で、手取りがあまり残らないような状態だったら500万、年商500万でも扶養になってる方もいらっしゃいますのでね。そんなに超えないですよ。だから300万400万レベルだったら、まず扶養から外れるほどには儲からないと思いますね。多分使う金額も結構使ってるはずだから、いろんな道具買ったりとかですね、やるじゃないですか。机も買ったりとかしたりとかするので、それよりはね、稼ごう。あとはないしはですね、本気で稼ぐっていうのを決めたら、もう扶養から外れて稼ぐっていう風に決めた方がいいぐらいですけれどもね。でもなんか微妙なラインなんですよね、20万円っていうのがね、月賞ですね。なんで要は40人近い毎月の集客のボリュームが必要になるっていうことで、これねなかなかしんどいですよ。開業当初いきなり毎月42名フルマックスっていうのはね、大概どこかの日程に寄ったりとかするケースが多いですからね。じゃあこんな20万でゾッとする金額が出てきてる人、聞いてている方いらっしゃるかもしれないですけど、じゃあ今度50万稼ぎたいっていうふうに思うと、この辺りになってくると割とちゃんと週5とかですね、週6とか。そんな形で動いていく方が増えてくるのが50を目指す場合ですね。月賞50だと、12ヶ月で年商600万なので、私は600万がもともと会社員のあれだったんですけれども、そこに戻すのにやっぱ3年かかりましたね、開業してから。初年度が、390ぐらいだったかな、確か年商がね。390っていうことは12ヶ月で割ると大体30万平均です。でこれがシーズナリティによって金額が変わってて、売上が低い月だと20万25万とかで、高い月が45とか5560とか、冬が多かったですけどね、イベントレッスンとかが多いから、そういう売上構成費で初年度大体390万ぐらい作ってましたね。2年次が450万くらいかな、480万ぐらいか、480万ぐらいで12ヶ月だから、これで月賞40万です、平均だから。これもやっぱり30万になる月と60万とか70万になるような月とかがあったって感じです。でその後600万ですね、50万平均ってことは40万の月と70万とか80万の月があるんですけれども、普通のレッスンで例えば組んだ場合に、私のそうだな、レッスンどれぐらい、平均値高いのと低いのがあるんですけれども、8000円だったとします。で大体こちらの方は3人ないしは4人で、3人平均だったんで、8320、大体1レッスン2万4000ですね。で私がだいたい22稼働は毎月当たり前で、22稼働っていうのは週5で4週で20ですよね。でどっかは6の日があるという、そうですね、22稼働でも大概24から26動いてる気がしますね、大体私だから。ちょっと25日動くっていう計算にしますね。全て満席だった場合に1日2万4000円なので、25日、60万円。全て満席だったら60万円ですね。だから全て満席に近かったっていうことですね。平均値が50万円だからですね。なのでまず欲しい金額によって達成をしたいものがあるんだとすると、単価がそこそこないとですね、欲しい金額が高い場合には難しいですよね。余談なんですけど、私一回体力の限界チャレンジっていうのをやったことがあって、ある月にですね、月賞7580弱稼いだんですよ、パンの教室ベースだけで。そうすると高い講座は8000円とかなんですけど、安い講座とか4500円とかも混じってたりとかして、1日2回転か日によっては3回転、この集客のボリュームはね、めちゃめちゃ大変でしたよ。だって28日稼働ですよ。もうほぼずっと働き詰めの2回転とか3回転ですよ。3回転は週に1回かくらいだったんですけどね、もう自分が家の中に閉じ込められたカゴの鳥になってる気分で、うちの場合まだラッキーなのは目の前がイオンなんですよ。だから材料足んないのはその合間の時間に見てイオンに買いに行ける。で粉とか特殊なものとかはその製菓製パン材料店の方からネットで取り寄せてっていう形で、ほとんど家から出れない状態の1ヶ月、もともと営業だったから出るのが好きな人なのにですよ。それでやって7580弱です、普通のレッスンベースで組んだ場合には。だから100万を目指したい場合には、私パン教室の時にも100万超えはしてるんですけれども、パン教室単体では無理なんですよ。単体でっていう言い方変か、通常のレッスンでは無理です。どういうレッスンだったらいけるかっていうと、工学系の例えばパンの先生を教えるような講座とか、資格取得ディプロマなんとかコースとか、そういう工学講座を持って組み合わせれば多分いけます。私はパンの時にはそういう講座は持たなかったので、ディプロマとかじゃあ何で稼いだんですかって言ったら、他の事業で稼いでました。例えば、電子書籍の、ライセンスを持ってましたので、それを教えたり講座を組むっていう感じで、当時は1講座、今は5万円とかやってますけれども、当時3万円ぐらいでやってましたので、まあ3万円だとしてもですよ、5時間で1日でも4人入ったら12万円なので、まあだいぶそういう意味では貢献しますよね。あとは美容食学っていう、マクロビオティックと現代洋学を組み合わせたような美容食学っていう講座を持っていて、そちらの方が12万13万ぐらいだったかなっていう講座で、大体1人1講座1万円ぐらい、1万2000円ぐらいかな感じだったんで、3人だと3万6000円ぐらいで、まあ、こちらも集客ができるとそこそこ月のお金が見えてくるっていう感じなので、そういう講座を組み合わせながらですね、100万って作っていたので、まず50万超えてくる段階で一つ分かっているのが、単価が高めの講座を持たなくてはいけないっていうことと、工学系の連続講座ですね、それがまあ開業支援の講座、先生を教えるような講座なのか何なのかは別として、だいたいそうだな、1講座6ヶ月で10万以上、15万、20万、30万くらいの講座だとだいぶ見えてきて楽ですけど、当然教えるボリュームも大変なので大変にはなると思うんですけど、そういう講座を持つことができて、月に1人とか2人とか入れていけることができるんだったら、まあまあ達成しやすい数字ではありますね。はい、ですので、私が50万をまずは1段階目指すと決めた時に、一番最初に仕組み作りをやったのが、まあ、出だしのね20万円っていうのが一つの目標だったとしても、私の場合には早く会社員の時の年収に戻さなきゃいけなかったので、その金額をやるために、まあどうするかっていうのを考えた時に、やはりコース制でしたね、私が最初に導入したのは。集客が大変なのは知っていて、で毎月毎月集客を一生懸命やるっていうことは、その時間を取られるのは分かっていたので、やはり1回で6回入ってほしいなと思ったので、もう全クラスコース制にしました。ですので、実際に私は2011年の1月1日に教室をオープンさせたんですけれども、その募集は10月にしているんですが、まあ、その段階で当時確か13クラスぐらい作ったんですよね。で13クラスぐらい作って3人平均39人で、大体当時の平均が8,000、大体5万円ぐらいの6回分の連続講座だったんで。5万円っていう形なので、195ということで、入金にね、分割でなった方もいらっしゃるんだけど、一括で入金の方とかがほとんどでしたので、まあ、そうすると195万とかになりますから、これを 6ヶ月分なんですよ6ヶ月分30万円ぐらいだから、とりあえずスタートからもう2030万円からスタートすることができたっていうのは自信にもなりましたし、まあ、先にお金が入ってるので材料を買っていくのも安心して買うことはできましたね。ただ集客は頑張りましたよ。ホームページを7月会社辞める時にホームページ作ってましたから、水面下でこっそり友人のホームページのデザイナーの子に、ネット集客の先生から習ったホームページの型とかエッセンスを伝えながら作ってとかで、そのホームページのオープンもそうなんですけど、さらにもっと前にブログを5月ぐらいから書き始めていて、ファン作りをもともとしてたんですね。その上でバーンと発表してバッと埋まるっていう感じだったので。まあだいたい準備がだから8ヶ月とか10ヶ月ぐらいかかってるんですよ、なんやかんやで。はい、ですからいきなりこう告知したらね、売れるもんではないです。ファン作りをしていて、かつそのファンが喜び習いたいねっていうふうに思うような講座を作り、まあ、それがコースであることっていうことで初めてそれができる感じなんで、単発は悪いとは言わないんですけど、毎月の集客が大変です。40人ですから、本当にそれは私がパンの小ネキの会社員時代だった時にたくさんの先生のとこ回った時に皆さんが集客に疲弊している話を聞くにつけ、自分が教室作る時には、見本で作らなくてはいけなかったのでコンサルをするにしてもですね、運営してみないと熱がこもった話ができないと思ったので、運営することのヒントには当然してたんですけど、単発は無理とか思いましたね。集客で間がかかりすぎると思って。で、単発しなくてはいけない事情があるのも知ってます。子どもの行事の予定がギリギリまでわからないから、ギリギリにならないと発表できないっていうことは、もう毎月どうかっていう分かんない、先の日程まで作れないっていう方が単発になっちゃうことが多かったんで。それはそれでがっつり稼ぐっていうことじゃなくて、家を優先しながらの自分らしく生きていき収入がもらえるっていうパターンだとそういう形になりますよね。で、私の場合ね、6回で組む、そして大体月の20日とか20何日埋まるのは会社員だった時と当たり前の生活だったんで、大丈夫っていうことで、そのボリュームを埋める集客はどう考えてもコースで。だったんですよね。単発で毎月は嫌だなと思って。で、奇数月に募集かけて奇数月にスタートして偶数月に募集をかけるっていう、そういう仕組みを作ってやってたんで、大体2ヶ月にいっぺん9人から10人集客が新規ができてれば回っていくっていう感じなんで、2ヶ月で10人ぐらいってことは1ヶ月 4,5 人なんで、これめちゃめちゃ難しくはないですね。メルマガ書くとかブログ書くと大体埋まってくるような感じになってましたので、その仕組みを考えてどう作り、かつ地方からでも習いたいと思ってくるオンリーワンの講座っていう、そっちの方を作る方がどっちかっていうと大変でしたけれども、作ってさらにホームページに表現するっていうことが必要だったんで。私の場合には運がよく自分自身が趣味でずっとやっていた写真というスキルがありましたので。教室開業をしたのが42の時でしたけれども、写真がですね28だったかな、すでに14年ぐらいやってたんですよね。その技術使ってパンとかね撮ったりとかしてたんで、そこそこ見栄えのするヘッダーとか一番トップの写真とか作ることができてたのはラッキーかなっていうのと。あとデザインですね。インテリアコーディネーターやってたんで、色彩のデザインとか、本当に造形的な形のデザインも含めて全体デザインをデザイナーにこの形でっていうのを示しながら伝えることができたっていうのはやっぱり大きな部分だったかなというふうに思っています。なので集客デマをなるべく減らしたければですね、広角の講座ないしはコース制の講座をうまく売っていくっていう、それが必要になってくるので、それが作れない場合にはちょっと難しかったりはします。ですので自分がやりたいことと過ごしたい家族との時間っていうのが当然あるので、どこで折り合いをつけて頑張るかっていうのはあると思うんですけれども。特に会社員からの転職の方は、旦那さんとの約束とか手前もねあると思うので、やっぱり月商50は目指してほしいと思っています。すぐじゃなくても3年計画ぐらいで、だから月商50万ですね。それを12ヶ月やると600万になるので、そうすると旦那さんも別に何も言わなく、反対を仮にしてたとしても多分何も言わなくなると思うので、その代わり大体それぐらい稼ぎたいって言ったら月に24稼働とかする必要があるかもしれません。金額が低めの口座しか持ってない場合には、そうでなければいくと思いますけれどもね。なので数字で現実味を帯びた感じで言われるとってねうなる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、とにかく安売りですね。安売りの場合にはどちらかっていうと大手の戦略になってくるので、個人の教室っていうのはそんなに安売りしてしまうとですね、集客に疲弊してしまいますので、そこそこのちゃんと価値ある講座を作って価値ある金額で募集をかけて埋めていくっていう、これをした方がいいと思います。そのためにはコンセプト設計っていうことがどうしても必要になってくるんですけれどもね。はい。ですので20万を目指すモデルと50万を目指すモデルの違いっていうのはざっくりはそんな形です。なのでしっかり稼ぎたいと思う場合には多少当初はですね、日程、自分の過ごしたいやりたいことの日程がほとんど教室業になっちゃう可能性が高かったとしても、それを目指すっていうことなら最初1年2年3年ぐらいはねガッと頑張ってほしい。でしかもコース制にしてほしい、高単価の講座も持ってほしい、この辺りを組み合わせていくと50っていうモデルは見えてきます。20を悪いって言ってるわけではないです。でもさっき言ったように20だったとしても5000円ぐらいは取らないとですね、週3回から4回レベルでしかも全部満席ってことはありえないですからね、そこが稼いでいけないっていうことになりますので。自分はどれぐらい稼ぎたいのかとどれぐらい時間を費やすことができるのか、どこが自分のやりがいと生きがいなのか、これを検討した上で目標金額を設定していかれると良いと思います。ということで本日はこれにて。それでは。